おい、何悩んでんだ？そんな下向いてないで、今からコストコ行こうぜ。わあ、びっくりした。どなたですか？私は北の真ん所だよ。昔はネネとも呼ばれてたな。豊臣秀吉は知ってるだろ？そいつの性質なんだ。ああ、豊臣秀吉の、そんな方が私のところに現れるなんて、びっくり。まあな、なんか暗い顔して座ってるやつがいたからよ、声かけちまった。私のこと？お前以外に誰がいるんだ。ところで何かあったのか？はい、実はさっき車の中で長い髪の毛が落ちているのを見つけてしまって、私以外の女性と会ってるんじゃないかと思って。浮気を疑ってるんだな。そうだとしたらろくでもねえ男だな。そんな、でも浮気してるなんてショックで。これくらいで落ち込むなよ。私も秀吉のやつに浮気されたことあるけど、そんな時信長様からこんな手紙をもらった。お前ほど美しくできた妻はないのに、それがわからんハゲネズミね。どうしようもないバカだ。信長から？でもハゲネズミはちょっと言い過ぎじゃない？いいんだ、あいつにはこれくらいの言葉が必要なんだよ。それより最初の美しくってとこを聞き逃すなよ。そして信長様はこのように続けてるんだ。ねねよ、嫉妬心を起こしては主の格が下がってしまう。性質らしく堂々としてどっしり構えていなさい。夫を手の中であしらうぐらいの器量を見せよ。そうね、私も嫉妬で自分の価値を下げたくない。どっしり構えなきゃ。そうだぞ、妻たるもの器量が大事なんだよ。私は信長様の言うように器量のある妻であることを心がけたんだぜ。でも器量ってどうすれば？まあそれぞれの状況によるけど、私の場合浮気のことはあったけど、秀吉の仕事がうまくいくよう力を尽くしたよ。大名たちのことを気にかけてやり、その子供たちの面倒も見てやったりしたな。それと養子を我が子のように可愛がり、人質だって可愛がっていたんだ。へえ、そうなんだ。夫の部下を大事にすることは豊臣家安泰のためにも重要だからな。そうだね。秀吉との関係はどうなったの？浮気はなかなか許せないからな。だからそれ以来私は掟を作ったんだぜ。決してねえの前では威張らない。威張ったら米を差し上げます。ねえに口答えをしたら一日中縛られても文句は言いませんってな感じで。厳しい。一応秀吉って戦国武将だよね。完全に北の真ん所さんが権力握ってんじゃん。まあそうだな、秀吉にはこれぐらいがいいんだ。秀吉がちょっとかわいそうになってきた。ん？なんか言ったか？いえ。まずはお互いのわだかまりをなくすことだな。私たちなんか人前でも大声で喧嘩したぜ。お前も気になってるんだったら直接聞いちまえ。そうだったんだ。私もぶつかってみる。ただいま。おかえり。今日友達連れてきちゃった。どうも。DJ やってるやつで隣で飲んでたから仲良くなっちゃってさ。髪長っ。あ、浮気相手ってこいつだったのか？うっす。なんだ、浮気じゃなかったみたい。どうも。よかったじゃねえか。そいつに酒でも振る舞ってやりな。北の真ん所さんもそうしたの？ああ、したよ。それが器量ってもんだぜ。男たちは酒が好きだから喜ぶに決まってんだろ。コストコ行って買ってこい。コストコ好きだな。まあ少しずつでも器量のある妻目指してみるよ。よっ、まんちゃん。ちょっとその名前で呼ばないでよ。あ、ごめん。よねねっち。ねねっち、秀吉と結婚してっけど、二人はこの時代には珍しい恋愛結婚だったんだよね。おい、恥ずかしいこと言うんじゃねえよ。でも、結婚当時秀吉は身分低かったから、ねねちとの結婚を周囲に反対されたんだよね。そうだったな。秀吉が天下人になっても、私の母親は結婚を認めてくれなかったよ。でも、お互い好きで結ばれたからこそ夫を助け出世させることができたんだろうな。だから恥ずかしいこと言うなって。